オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は三輪先生です。こんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、5月も終わりに差し掛かっていますね。日本ではもう半袖でも過ごすことができるほど暖かい日が多くなっていると聞いています。場所によっては真夏日というところもあるのでは。ところが私が住んでいるフランスの北西部では5月の後半になってもまだ天気が不安定で肌寒い日がよくあります。感覚としては4月に一度暖かくなって、5月にまた寒さが戻って、6月にようやく夏に向かって気候が安定するように思います。そして5月に寒い日があると、私はよくホストファミリーのマダムの言葉を思い出します。5月の天気を信用しちゃダメよ。当時はどうしてだろうと不思議に思いましたが、今となってはその理由がわかります。というのも、フランスでは中世の時代からとりわけ農業に携わっている人たちが5月の気候についてよくこのようなことを言うのです。Il faut se méfier des saints de glace. Il faut se méfier des saints de glace. Il faut se méfier des saints de glace. 直訳すると、氷の聖人たちには気をつけなければいけないという意味です。どういうことかと言いますと、5月の11、12、そして13日という3日間、気温が急激に下がったり、霜が降りるというリスクが高いと言われているのです。そのため、この3日間を表すキリスト教の聖人3人は、別名、レ・サン・ドゥ・グラス、レ・サン・ドゥ・グラス、氷の聖人たちと呼ばれているのです。確かに農業や園芸に従事している人にとってはこの時期に急に寒くなられては困りますよね。来年ゴールデンウィークを利用してフランスに来たいという方は、肌寒い日があるかもしれませんので、必ず何か上から羽織るものを持ってきてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワが担当するフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、4月に開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて3位に選ばれました、エントリーナンバー7、マミさんにご投稿いただいたアンサンブルのレッスンを最大限に活かした効果的な学習方法をご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほども言いましたが、フランスでは5月の気候には気をつけた方がいいとよく言われます。日本では5月病なんていう言葉をよく耳にしますよね。
日本の新年度は4月ですから、1ヶ月後の5月はまだ新しい環境に慣れていないという人は多いかもしれません。仕事も学校も始まって間もない頃は戸惑うことばかりですよね。そんな時によく自分への励みとして、慣れの問題だよと言い聞かせることはありませんか？実はフランス語にも同じようなフレーズがあります。慣れの問題だよ、どう言うと思いますか？そうです、C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. それは習慣の問題です。という意味のフレーズです。まさに、慣れの問題だよ。という意味で、会話でよく使いますので、新しい環境に戸惑っている自分自身に、また、友人への励ましとして、C'est une question d'habitude。このように、さらっと言ってあげましょう。慣れないうちは、誰でも緊張するし、失敗もします。でも、慣れてくれば、気分も落ち着いてくると思いますので、ぜひ、おまじないの一言として、C'est une question d'habitude。音で丸ごと、覚えておきましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがご紹介します。今回は今年の4月に開催された第5回アンサンブル 100% 活用選手権にて第3位に選ばれました、エントリーナンバー7、マミさんにご投稿いただいたアンサンブルのレッスンを最大限に活かした効果的な学習方法をご紹介いたします。マミさんがフランス語を始めたきっかけは、新聞で見かけた初級フランス語講座のお知らせだったそうです。以前からフランス語の美しさに魅了されていたというマミさんは、仕事や子育てで忙しい中、少しずつフランス語を勉強し、独学で普通研準1級に合格されました。そんな努力家のマミさん、フランス語学習の最終的な目標を複数かつ詳しく挙げてくださいました。とりわけ年齢ごとに具体的な目標を設定されているので、目標の立て方という面でも非常に参考になりますね。さて、アンサンブルでは2015年の秋からフランス語を学習されているマミさん。入会のきっかけは独学に限界を感じ始め、趣味のフランス語から使えるフランス語へ発展させようと決意したことだそうです。アンサンブルではデルフ・ベイドゥ合格という目標を立て、担当講師とみっちり試験対策を行った結果、見事合格、レッスン受講の効果を実感されたそうです。中でも口頭試験の練習は大変だったそうですが、試験本番では普段のスカイプレッスンほど緊張することなく試験に臨めたそうです。現在は
ダルフ西安に向けて準備を行っているマミさんですが、毎日2時間から3時間はフランス語に触れるようにしているとのこと。30分ディクテ、30分フランス語関係の本を読む、そして残りの時間はアンサンブルの宿題などに当てているそうです。これを毎日行っているのですから、まさに脱帽ですね。それでもマミさんはあることを心がけていらっしゃいます。それは、辛い学習はしない、覚えようとしすぎない、身につくには時間がかかると観念するということです。勉強に疲れた時はフランス映画の DVD を見るなどしてフランス愛を取り戻しているというマミさん。気の持ちようについても参考になる部分がたくさんありますね。このように目標の立て方、アンサンブルのレッスンの活用法、試験対策、日頃の学習方法、そしてフランス語との付き合い方に至るまで詳しく具体的にご紹介してくださったマミさんの熱意は多くの共感を呼び、アンサンブル 100% 活用選手権において見事3位に選ばれました。マミさん、おめでとうございます。さて、本日ご紹介させていただいたマミさんのご投稿内容はごく一部です。すべてご覧になりたい方は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルより第5回アンサンブル 100% 活用選手権エントリーナンバー7、マミさんのページをご覧ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。